皆さんもパブリックビューイングで応援しませんか。江南市の野市ふれあいセンターでは、江南市出身でパリオリンピックレスリング女子57キロ級の桜井つぐみ選手を応援しようと、日本時間の8月8日から10日にかけてパブリックビューイングが開催されます。それに合わせ、昨日センターの正面玄関ロビーに応援コーナーを設置する作業が行われました。桜井選手を紹介する新聞の記事や写真が掲示された12枚の応援パネルで、パリでの活躍を願うたくさんのメッセージも寄せられています。このパネルを手作りしたのが、桜井選手の母親の友人である田村真由さんです。小さい時も応援してたんですけど、中学校の時の世界選手権から、いろんなものを作ったりとか、せっかく大きな大会出るので、何か形になるものができたらなっていうのを作り始めたのが中学校ぐらいですね。作ったら作った分だけ喜んでもくれるし、本当に私のただの推し活というか、もう喜んでくれるつーちゃんが見れたら、もうそれで満足というか。また桜井選手の妹で野市中1年の月乃さんもレスリングの稽古終わりに駆けつけ、飾り付けを手伝っていました。緊張しすぎずにいてほしいです。お姉ちゃん緊張する？いや、あんましない。初めての景色を見るので緊張するかなって。そんな時はどんな風に声かけますか？頑張れだけです。やりたいレスリングができたら、つーちゃんの目標とする世界一っていうのが取れるんじゃないかなと思っているので、全力で応援したいと思ってます。桜井つぐみ選手を応援するパブリックビューイングは、8月8日の2回戦、9日の準決勝、10日の決勝戦に行う予定で、定員は先着500人で入場無料です。